はい、レッツキックソーズキックチャンネルです。はい、今回もねスキル動画撮っていくんですけど、なんとかなんとかっていうなんかめちゃくちゃかっこいい技名のつくものとか、めっちゃかっこいいなんかすごいダイナミックなシュートとかはやんないです。今日もめちゃくちゃ地味なトレーニング、そしてまあいろんな YouTuber さん、フットサル系もサッカー系のね方々も出してるようなまあスキルとトレーニングとっていうところで、うちのスクールでもやってますし、それはスクール生も分かってると思うんだけど、本当にまだまだ分かんない子もいるし、ここで分かってない子がほとんど全国の子たちも分かってないと思うんで、それをですね解説しながら、トレーニングこうやった方がいいですよっていうのもちょっと入れながらやりますんで、できるだけね分かりやすく説明したいなと思うんで、ぜひ最後までご覧ください。それではやって、チャンネル登録とグッドボタンと各種 SNS の方先にお願いしますね。はい、ということでいきましょう。じゃあ前回加速と減速、そしてリードドリブルの重要性みたいな動画を、はい、こちらで出してると思うんで、そちらをねまず見ていただければなと思うんですけど、まあこれはちょっともう、加速と減速とかそういうんじゃなくて、もうリードドリブルに入った体でちょっとやるんですけど、もう何個かねめっちゃこれ聞いてほしいっていうところをギュッと詰めるんで、うまく編集していくんでちょっと見てください。まずカットイン失敗編いきますよ。これこうやってドリブルできてて、カットインします。カットインしてこうやって打てない、シュート打てない、入り込んでいけないっていう時にボール止める選手いますね。例えばフットサル選手だったら足裏、サッカー選手だったらインサイド、まあ どっちでもぶっちゃけいいんだけど、やっちゃいけないというより心がけた方がいいよっていうことはあるある。こうやってカットインしてったら、みんな体を180度ターンさせて左足に持ち帰る。いやこれもありなんですけど、右も左も使えればね、もちろん使えればなんだけど、何がこれ最大の悪いところかっていうと、視野が狭くなる。入ってって180度ターンしちゃって、これ相手は見えるけど向こうの景色がめちゃくちゃ見えない。じゃあどうするかって言ったら、まあ、左がダメなら右足でずっとキープしていたいなって話なんですね。なのでカットインしてったら、このままボール引いて視野確保、視野確保、インサイドも一緒、サッカーも一緒、カットしたらこのままバックステップ踏んでやっていくと。もう一回いきます。晒してってどんな形でもいいです。カットインしてって止めたら一回引いて確保確保、インサイドでももう確保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 、もう視野の確保をしてもらいたいという話ですね。で結構これフットボール関係の YouTube やってる人ね出してる動画出してるんですけど、今使ってたこの三角のマーカーはちょっと置いといて、できればフラットのマーカー3枚でいけるんで、この練習ねちょっとやってみたいと思います。まあ、一応ね右足にコントロールするっていう前提の練習なんで、シュートまでいけたら早いわ、それはいいんだけど、マーカーの置き方、まずはまあ技というかそのスキルを発動するポイント、そしてもう一個は相手と距離を取って逃げるポイントで、もう一個は視野の確保をできるポイントに置きます。でこの三角形をたどるようにドリブルをしていくんですけど、まあ今こういうふうにゴールがあると思うんですけど、まあ、もちろんドリブラーはドリブルするだけじゃダメでシュートも行かなきゃいけないんで、まずゴール見ましょう。まあ、ゴールというかまあ相手がいたらね本当はいいんだけど、ゴールを見ながらやっていきます。ではいきます、超ゆっくりね。まず仕掛けていく、で逃げる、止めて視野確保、仕掛ける、カットイン、視野の確保。はい、今ちょっと2周やってみたんですけど、これねやってって言うと入ってはいけるんだけど、こうやってね戻しがちね、みんなこうやって毎回毎回触って戻しがち、何回も何回も触らないで入ってったら引いたら、これ前回の動画出てましたでしょ、リードドリブル
引きながら得意な方の足の方でもうキープ始めとく。でもしここで相手が突っかけてくるようだったら行けばいいし、まだ来ないんだったらもう一回仕掛け直す。なので仕掛けて避ける、一回触ったらキープし直す、リードドリブルでキープし直す、キープし直す、また仕掛ける、中で最初の方に視野の確保って言ったんだけど、視野の確保しながらやるとなおいいですね。これもう見ながら、まあボールは見ますけど、もうここから顔上げながら、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 はい、まあということでね、この練習はあくまで練習なんで、いやもし行けたら、今逃げるための斜め後ろだけど、いや本当行けたらここね、本当ここ行けたら行ってくださいねって話だけど、もし相手がめちゃくちゃハイプレス、自分も加速しすぎた、でもリードドリブルはうまくいってるんだったら、一回斜め後ろ逃げちゃってキックフェイントかまして、後ろにしっかり下げて、でもう一回やり直せば絶対いいドリブル行くんでね。最初言ったけど、ここでこれやりがちだから、みんなこれやりがち、これやりがち、これ頑張って体幹頑張って踏ん張って、このまま持ち直す、持ち直す、これ心がけてやってみると、ドリブルの幅と、あとはね、そうなんだろう、ロスト、ボールロスト率がめちゃくちゃ低くなるんで、ぜひ試してください。で次、これはねちょっと短く話すんですけど、もしあったらこれ立体的な1個とマーカー3つぐらい用意してもらって、これ相手、これ相手と自分が足一歩出したところに1個、そして斜めにも1歩で、縦レーンにも1歩っていう風に置くと、相手の純粋な間合い、まあ下がりながらだから変わってくるし、相手もこうやってステップ踏みながらディフェンスするんで、距離感とか間合い絶対変わってくるんだけど、あくまでこれ純粋な間合いの話です。これね、要はオフェンスがディフェンスの入っちゃいけない間合いね、まあちょっと話変わるんですけど、逆を言ったらディフェンスはこの間合いに相手を入れれば、まあ、取れるチャンスが高くなるよっていう話ですね。まあ今はもちろんオフェンスの話なんで、何かスキルを発動するときに相手とのこの間合いを意識してやってもらいたいです。意識して何を意識するかというと、ここの外で技をやる。例えばカットイン、まあリードドリブルをしまして、みんなねこう行くんですよね、こうやって、わかります？この間合いに、なんて言うんだろうな、古き良き時代のドリブルの理論、引き寄せて引き寄せて、確かに引き寄せていくんだけど、引き寄せて引き寄せて引き寄せて相手の網に引っかかってっていうのがちょっと昔だと僕の感じはします。で僕もそうやって風に育ってきたし、でも昔からドリブルドリブルっていう風にやってると、やってる人間だけが分かるその間合いとかっていうのが分かるんですけど、この間合いを意外とちょっとなんか意識しなさすぎてて、今の子、まあ大人もそうだけど、なのでこれをちょっと意識してやりましょう。なので今は縦突破ももちろんここでやっていくんではなくて、その引き寄せるって単語あったと思うんですけど、限りなく引き寄せて、ここの相手の近寄っていいところまでの前まで行って仕掛ける。カットインもこの前の外で仕掛けていく。もちろんだから相手もね動いてるんで、このマーカートレーニングをするとしたらこういう意識かな。なので加速してて加速してて減速をしてって、ここで引っ掛ける。あとは縦突破も同じで、1個空踏み入れてこの相手の間合いの外でやってもらえたらなと思います。本当にね、間合いの外って意外とね外なんで、めっちゃ遠くやっちゃう子もいるんだけど、意外とね、あの相手の間合いのそのディフェンスの取られやすい範囲の中にすげえふにょふにょふにょって入ってっちゃって、取られる子めちゃくちゃ多いんで、このトレーニングちょっと意識してやってみてください。はい、ということでいかがだったでしょうか。
今回もですね、言語化したらこうだよっていう感じでね撮ってみました。分かってるよっていうこともねあると思うんですけど、それ意外と体を動かして分かってて、言語化するとこんな感じっていう感じなんで、何回も何回も見てね、ぜひやってみてください。あのマーカーなくても石とかでも全然いいんで、公園でもできるし、家の中から何ペットボトルか、ペットボトルとか、あとはフラットマーカー、何が代用できるんだろう。お皿家のお皿で代用してください。はい、ということでチャンネル登録とグッドボタン、各種 SNS のフォロー、とうとうよろしくお願いします。はい、じゃあまた次回の動画で、さよなら。